Wasn't that? I think it was. Follow that wolf cub. Motohide Eshiro, the producer of the upcoming game Okamiden for the Nintendo DS system. Thanks for talking with us today. To start off, can you give us a little bit of background on the world of Okamiden? Okamiden はもともと Wii で発売されたオオカミの世界を受け継いだ完全新作のゲームなんですけど、舞台が日本の神話とか日本のおとぎ話を舞台にした世界観のゲームになっているんですけど、その中津国という日本の昔の国を舞台に、そこに妖怪とか闇が訪れてくるのを主人公たちが世界に自然と平和を取り戻すために、その闇をやっつけていくという、そういうストーリーになっています。 Tell us some more about the main characters in Okamiden. 主人公は狼の時はアマテラスというか、神様の生まれ変わりの白い狼なんですけど、今回はそのアマテラスの子供が主人公の、チビテラスという子供が主人公になります。How does Okamiden build on Okami's innovative gameplay? Okami 自体は、いろんな、仕掛けを解いたりとか謎を解いたりとか、ボスと戦ったりとかするという形の、ゲームプレイになってます。 What was the most surprising or inspirational thing to happen during the development of Okamiden? やっぱり据え置きからその Nintendo DS にグラフィックスを持ってくるという段階で、やっぱり、どこまで再現できるかっていうのが自分としてはなかなか見えないところがあったんですけど、実際にプロトタイプを作ってみたときに、素晴らしく Nintendo DS で狼の世界が再現できたことがすごく嬉しくて、驚いたことですね。 How does Okamiden's unique visual style affect the gameplay? この Okamiden のスタイルは、狼と同じなんですけど、やっぱり和風のスタイルっていうのが、やっぱすごく日本の昔の雰囲気が再現されているゲームなので、墨絵のグラフィックスとかっていう部分であったかく思えるグラフィックス表現になっていると思うんですね。なので出てくる、キャラクターたちもすごくあったかい表現ができるっていう部分がそのスタイルになっていると思います。 What's your favorite detail in the game? やっぱり何といってもタッチスクリーンで遊ぶ筆調べがすごくプレイしやすいので、本当にいろんなところで試してみたくなります。あとはそのオオカミ伝から新しく入った筆調べで相棒をこう誘導していくっていう遊びがあるんですけど、それはいろんなパズルで応用されているので、それのゲームプレイもすごく楽しく思っています。 Do you have any secrets or pointers for our Nintendo Week audience that you can share with them to get them excited to play the game? オオカミ伝は Nintendo DS ですごく今まで出てるタイトルとはちょっと変わったスタイルの新しい遊びを提供していると思うんですけど、本当にタッチスクリーンの筆調べはもちろんなんですけど、サウンドもすごく素晴らしいし、あとお話もすごくハートウォーミングなお話になっているので、ぜひ遊んでもらいたいのと、あと、ゲームをクリアした後にもちょっとしたお楽しみがあるので、ぜひ最後まで遊んでみてほしいと思います。 Thank you so much for talking with us. いえいえ、こちらこそ楽しかったです。ありがとうございます。We'll catch up with the adventures of Chibi the Wolf Cub when Okamiden is released early next year.